ボルシア MG、板倉こうとんでもないブロック。板倉が試合開始早々のピンチで見せたプレーが話題に。前半2分、相手のラストパスにユスフが抜け出し、右足を振り抜く。しかし、最後までついていった板倉が、左足を伸ばし、スライディングで神ブロックを見せた。このプレーを、アベマサッカー公式 X、旧 Twitter が、板倉こう、が神スライディング、前半早々に訪れた大ピンチ、ペナルティエリアに侵入された局面で、板倉こう、が、怪我をも恐れぬスライディングで、チームを救う、と綴り公開すると、ファンからは、これが、板倉こう、です。これだよこれ、最高、めっちゃ痛そうと、様々なコメントが寄せられている。アジアカップと別人なんやけど、本気を出せば、これが普通だよ。イラン戦は板倉らしくなく、痛々しかったけどかっこよかった。板倉の本来の実力はもっと上だよ。体調を万全に整えてほしい。アジアカップしか見てない奴は黙ってろ、と言いたい。シャルケの時の板倉のプレイ集見たらわかるぞ。本当にディフェンダーかっていうようなゴールも何回も決めてるからな。もっと寄せていればシュートすら打たれなかった。寄せが甘いから打たれる。スライディングで防げばいいというものではない。2022年カタールワールドカップ前の大怪我する寸前までの板倉のプレイは凄まじかった。連日ブンデスのメディアを騒がせ MVP を取りまくっていた頃の板倉には戻っていない。かつての板倉に戻ってほしいと願うだけだ。板倉がプレミアで通用するかみたい。しかし富安もそうだが、この二人はいつも怪我が心配。日本のディフェンダーは層が厚くなってきたが、自候補の町田や渡辺などはどうなのだろうか。ポジションにもよるが、やはり遠藤のように怪我をしないというのは、選手にとってワールドクラスになれるかどうかで、とても重要な要素になると思う。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは日本人選手中心に毎日投稿しています。次の動画も面白いので、ぜひご視聴ください。